鶴見線をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の電車は朝の新芝浦方面に参ります。西芝浦駅です。安全武蔵白石若川崎方面には参りませんのでお気をつけください。次は国道です。出口は左側です。お客様にお願いいたします。携帯電話、スマートフォンはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。お客様のご協力をお願いいたします。まもなく国道です。電車とホームの間、了解とおります。これの際はお足元にお気をつけください。鶴見尾のです。お出口は左側です。まもなく鶴見尾のです。次は弁天橋です。出口は右側です。弁天橋です。
次は浅野です。3番線到着、お出口左側です。番線、武蔵野市方面ご利用のお客様、1番線に参ります電車にお乗り換えください。浅野を出ますと、新芝浦、終点の梅芝浦に停車いたします。新芝浦です。お出口左側です。新芝浦です。終点梅芝浦です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点梅芝浦です。降りの際、車内にお忘れ物はありませんよう、お気をつけください。ご利用の電車は折り返し13時25分発鶴見行きとなります。でも人気があるからバイクさん高い。物が飛ぶのこれ。